はい。みなさん、こんばん、はジ今日は、レッグボーイ、キングタクでーす今日も、やりますキングタクだメイメイガイ今日放送です今日土曜日より23時 B リーグ放送注目はもう、今日出場するのは私の全部、大好きな選手です岡田祐希さん、まあ一応だけお会いしました。はい。あとは、もう、 YouTube のスパちゃんも呼ばれました。ゆいちゃん顔だけゆいちゃんはい。もう一人も、ボーリング TV とか、いろいろまあ、そうですけども、ゆきりなでも呼ばれた、あの、スパちゃんでも、私のコメントでも呼ばれた、あの、山田ゆきさん。今日、出ます大好きです、三人とも。はい。三人とも、大好きはい。ということで、 今日の p ア i のテーマ、今日で10回目を迎えました。イエーイということで、今日は p ングのエンディング曲についてお送りします。まず初期の第13戦から18戦までが主役現る、大西愛菜さん、19戦はのみワープブーノ、ブーの、ブーの確か、えー、もちことつぐなが桃子さんと、夏焼宮部さん、元、 えー、ベリーズ工房ですね。はい。そしてもう一人は、キュートの鈴木愛理さん。その三人で結成しました。はい。2021が確か空白となって、22から24までは、ルーブループノアノア。25から27、あのアニメでエンディング、オープニング歌ったあのマウンテン、タムラパンの方、タムラさん。はい。28から29は、ネバーランドノアノア。では、30から37戦目は、 ジューシーハッド、ブーノ。これは人気ですね。はい。定番曲。38から45戦目までは、ブーノでネバーガナーストップ。46から51戦目は、ジュースジュースでロマンスの途中。52戦から60戦まで、えー、浅野あゆみさんでニュームーン。61から66戦は、ダンダンダン、コアラモードです。67から72までは、テイクミアウェイ、私ファンです。シャイさんのファンです。シャイさん。はい。 七十三戦から十八戦。私の一番大好きなアーティスト。リトル・グリー・モンスター。リトル・グリー大好きです。特に。はい。3九戦か八十四戦は、大原坂岡さんよく聞いたと思います。サンキューそして、最新の曲は、井上その子さんで、くれたもの。他に予想したのは確か、あの、君との闇のようなエンディングを取る、グレンの花で、ね、おなじみのあの、鈴木、じゃなく、リサと。まあ予想他にも、まあ、<laughs> 岡崎体育さん。男性部門では。岡崎体育。あとはまあ。予想した人。ラストアイドル。あとはまあ。欅坂46か日向坂46か、ティシ坂46。桃よくオワバー Z 大穴。まあ。サプライズ。的な感じ。あとは拳ファクトリー。まあ予想する人。他に。あとはまあ。そうですね。 予想した人で、えー、エングズ、エグザイルというか、三代目 j s o u ルブラザーズと予想している方もおりますね、中に。あとはまあ、予想してる人ではまあ、坂本茂さん、今宮野さんのサプライズ枠も入ってます。あとはまあ、亀梨和也さん。 も入ってるかもしれない予想あとは、うん、カトゥーン <laughs> と予想した方もおりますねあとはキングプリンスかあとはスノーマン、えー、ストーンズと予想した人もおりますね確かその前あとはまあそうですね予想した人の中ではまあ 菅田将暉さんと予想した方もおりましたね、確か。そしてあと一人予想したのが、えー、ありえるんじゃないと思った方です。はい。えー、水木奈々さんと予想した方もおりましたね、中には。はい。ということで、今日のピーリングの、キングダムのピーリング I の情報はこれで以上です。10回目どうでしたかみんなピーリングのこと、 馴染んでくれたかんなそれじゃあさよならバイバイ。